アントニン・ドボルザークのバイオリン競争曲委担長作品 53B108 は1879年の作品でドボルザークの唯一のバイオリン競争曲である。演奏時間は約32分ほど。ドボルザークは前年の1878年にヨーゼフ・ヨアヒムと出会い競争曲の作曲を思い立つ。 したがって作品はヨアヒムに検定されたが、彼はこの作品に疑念を抱いていた。第一楽章において、オーケストラのチュッティのぶっきらぼうな削減に反感を覚えたためとか、あるいは再現部を切り詰めてそのまま、感情楽章に進むことに好感を覚えなかったためだと言われる。また、修学章における必要な反復にも狼狽したようだ。いずれにせよヨアヒムは、 実際にこの作品を演奏したことはなかったものの、この作品について大っぴらな発言をすることはなく、代わりに、ただ独創パートの工程を要望しただけだった。初演は1883年に、プラハにおいて、フランティシェク・オンドジーチェクの独創によって行われた。オンジーチェクは、ウィーン初演並びに、ロンドン初演でもソリストを務めている。独創バイオリン、フルートに、大ボエに、 クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、ティンパに、言語部楽曲は、古典的な旧環球の三楽章構成に、のっとっている。今日になってようやくこの作品の独創性が、認められるようになってきた。分けても、第二楽章の美しい叙情性が名高い。アレグロマノントロッポアダージョマノントロッポフィナーレ、アレグロジョコーソマノントロッポ本作は、マックス・ブルフの、 バイオリン競奏曲第1番にかなり似ており、調整はどちらも単調である。いずれも展開部に突入する前に、バイオリンの2度のカデンツァが置かれており、またバイオリンがカデンツァを演奏し終えてから第1、楽章から第2楽章に直行するという点も同じである。第2楽章の序章的な主題で名高いというのも共通する。修学章は、 楽曲構造こそ違えど、スケルツオ風の主題によっているという点でも似通っている。ありがとうございます。